キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ第4回ということで、はい、トレードに出してあげた方がいい選手、今回は楽天です。はい、はい、心して聞きます。もういないんですか？もうこの人いらんやろっていう。いや、もうみんないる今低迷してるしね。まあそうですね。いやでもだからこそ、うん、このいい選手を出して、はい、うん、補強した方がいい。そうですね。どこ足りないんですか今？私的にはリリーフの層を厚くしたいです。リリーフね。はい、まあ、ついにどうつなげていくか、うん、でも酒井とか頑張ってるじゃん、まあ、もう0点台で今8、9はいいんですよ、うん、酒井投手、松井投手で大体8、9なんですけど、うん、その、まあ、前が内投手とか内、孫安楽投手とか安楽、鈴木空、はい、西口、はい、いるんですけど、でも今ルーキーの渡辺投手とか、うん、まあ、伊藤真央投手とか、うん、いるんですけど、いるよ、だけど大したことない。いや大したことないじゃないですけど、こう若いんですよ結構、うん、でもすぐ伸びしろあるじゃん。伸びしろありますけど、うん、え、私結構リリーフも、リリーフだけで OK？ いやー、どうですかね。ちょっとそこはもうちょっと解説者の意見を聞きたいです。いやいや、ファンの意見と融合した方がいいじゃん。あの、打てなかったのに、うん、今めちゃめちゃ打てるようになってきてるので、なってきたね。序盤だったら、まあもうちょっといいやしろとか思ってましたけど、うん、今なんかいいかな。いい感じですか。はい、じゃあ、東北楽天、はい、出す選手ですよね。出す選手、はい、トレードに出してあげた方がいい選手、はい、茂木英吾。はぁ、そこ来ましたか。いや、使わんやろ。そうなんです。早生まれだから今年で30歳。はい、でも2軍で3割5厘打ってんだよ。そうなんですよ。でも1軍じゃ0割8分3厘。うん、そう、序盤に4月ぐらいに、で4月19日オリックス戦出たのを最後に、はい、今もう2軍です。で、今もう内野結構もう固まってるよな。固まっちゃったんですよね。雨も帰ってきたしね。はい、で、鈴木大地、はい、で、翔太も小深田とか、うん、あと山崎剛です、うん、で、サードね、小深田したりとか、はい、いろいろ回ったりして、うん、だから、もう模擬使うとこないよ今。もうちょっと出るとこないですね。で、30歳やろ。はい、今だってギリいい選手取れるよ、まだ、うん、でそうですよ、球団初の生え抜き、うん、2桁ホームラン打った、結構パンチ力もある、うん、あるじゃんね。そうなんです、うん、いい選手なんですね。はい、で今2軍では3割打ってます。打ってるからさ。でも1軍ないじゃん、場所が。それだったらもうさ、うん、出してあげた方が本人にとってもいいじゃんね、うん、そうですね。めっちゃいいチームある。あります。うん、いや、ある。え、いいチームあります。ある。え、そうしたらファンとしてもこう出られないんだったら、うん、こう生き生き活躍してほしいと思いますね。え、うん、知りたい。どこが知りたい。13回目ですそう、このシリーズの13本目でどこがいいかっていうのを教えてくれるらしいです。でもある、めっちゃある。ある、ある。しかもこれだけ活躍してるからさ、はい、まあ、欲しい球団は多いはずやね、うん、いい感じでね、はい、でも俺はもう使わないんだったらやっぱ茂木ね、うん、やっぱりいいと思うんだよね、はい、うん、そうですね。いや、活躍してほしい、本当に。いや、続いて、はい、もう一人、うん、田中和樹、今年29歳、はい、この前ホームラン打ったけどね。打ってます。そうですね、うん、パンチ力ある、うん、今季初ヒットが初ホームラン、はい、代打で出てね、うん、うん、いや、そうなんで、うん、外野もさ、はい、まあ、今年ちょっと島内がね、うん、状態落としてるけども、まあ、王が良くなった、はい、で辰巳もいい感じ、うん、みたいなね。そうなんですよね、うん、で岡島選手もいるし、うん、で、あの小郷選手だと渡辺義明選手とか、うん、まあ、西川遥輝選手もいるし、うん、で、まあ、武藤とかね、うん、若いところで言うと ね、新人王ですよ。でももうそう関係ないから、はい、いい選手だから出すから。そうそうそうなんです。だからでも今出るまくなくて、うん、それだったらさ、今だったらさ、はい、いい、売れるじゃん。売れる、うん、めっちゃいいとこいけるとね、うん、っていう感じになると、使わないんだったら俺、田中和樹も茂木も、はい、俺はトレードとしてはそうです、ね、いい選手引っ張ってこれるし、両打ちだし、そう、まだ本人頑張れるし、うん、っていうところではいいと思う。はい、で続いて、はい、ピッチャー、はい、塩見隆弘、今年35歳、もうベテランだけどね、はい、そうです、うん、だってもう優勝してる時からいるので。でも2軍で防御率 1.50。 え、2軍でそんなにもいいんですか。8先発してクオリティスタート7回4勝0敗で。え、なんで上がってこないんですかね。謎だね、はい、でも原島投手上がってきたから、そろそろ上がってくるかな、ね、でもさ、うん、途中結構先発も苦しんでたよ、はい、でも1回も上がってこないね、うん、そうですね、元気なんだよね、はい、まだね、左で今すぐ使えて左、うん、で2軍ではもうしっかり成績残してる、はい、これはもういけるっしょ。いや、そうですね、うん、
でもう一人、はい、まだいますか。湯気隼人29歳。はい、でも今年1軍でも抑えてんだよ結構。そうなの、そうなんですけど、うん、で2軍でも、うん、あの15試合登板してリリーフ、うん、だからでも防御率 1.6 よ。左のワンポイントって感じですよね。うん、めっちゃいいじゃん、うん。1軍は4月16日ソフトバンク戦、はい、ずっと抑えてんのに抹消されてるじゃん、怪我。塩見17日のも投げてるよ、6回0点、はい、あ、湯気投げてるよ、ワンポイント0点。湯気いいじゃん、うん、湯気塩見のこの左2人だって1軍はさ、はい、結局は鈴木、うん、空とか、はい、左、うん、そう使ってるわけでしょ。そうですね、左側じゃもう今足りてるってことですか。で先発からしまとか、はい、で行ってるわけでしょ。早川投手と早川もね、いい感じだしね、うん、でも湯気とか使わないんだったら、うん、そうですね、いいのにいいじゃんね、うん、あと塩見、はい、ダブルサウスポー、はい、防御率1点だ、はい、で茂木、はい、田中和樹、いいの取れんじゃん。え、めちゃめちゃラインナップ良くないですか。でも使ってないからね、うん、なんかみんな一軍で今すぐ活躍できそうな感じなんですよね、うん、でも使ってないから、うん、なんで使わないんだろう。でも使わないんだったら出してあげた方がいいじゃん、うん、そうですね、完全にね、うん、本人たち今2軍ではめっちゃ結果残してて、うん、もうあと1軍行くだけってなってて、うん、だからね、今交流戦開けて1軍でも使わないんだったら、うん、もう出してあげた方がいいよね。そうですね、左だしね、うん、欲しいとこあるでしょ。え、絶対あると思いますね、うん、いい形でね、うん、しかも安定的に2軍で結果残してて、はい、で、茂木は3割、うん、で、田中和樹足回って、で、スイッチ両立ち、うん、これいいね、この4人いいですね、うん、欲しいとこあるんちゃう。外野、内野、リリーフに先発に、うん、茂木はもういいとこあるんだよ。うん、あります、うん、うん、あ、しおみ、うん、いいとこあるわ。ある、うん、俺発見した今。めっちゃいい、ここ左の先発が足りない。うん、うん、ここいいわ。で、湯気でしょ、うん、左のリリーフワンポイント、うん、おお、見つけた見つけた、うん、いいとこある、いいとこある。田中和樹選手はどうですか。ん、田中和樹選手スイッチで、スイッチで外野、はい、身体能力もいいし、足も速いし、うん、おお、あった、いいとこある、あった、あった、うん、いいとこある、いいとこ、チャンスあるよ、全員いいとこですか。うん、うん、ちょっと塩見投手、一回一番で投げ、トレードするんだったら一回投げてでもちょっと、うん、塩見、ほんといいとこある。へぇ、ここやってよ。聞きたい、今すぐや、聞きたい、今すぐ聞きたい。13回ミス長いよ今日その動画撮れるかすら分かんないよ来週かも、私も知れるの。まあ、ということでね、はい、皆さんね、はい、この選手たち、うん、どうですかっていうね、うん、まあ、今使ってないからね、はい、うん、そう、使もう本当に出られないんだったら他のチームで活躍すると思う。そうそう、俺は使った方がいいと思うけども、うん、使わないんだったら出してあげた方がいいっていうね、うんうん、ところだからね、はい、じゃあ皆さんのご意見お待ちしてます、はい。